スノーマンの岩本照氏、30、が来年に1月期のテレビ朝日ドラマ、恋、る、敬語24時、土曜あと11.00に主演する。連続ドラマの、縁は、19年の日本テレビ、簡単なお仕事です。におう、してみたで、渡辺翔太、31、目黒蓮、26、ラウール、20、ととも、務めたが、単独は初めて。 皆さんとコミュニケーションとって、少しでも僕が動いて、皆が楽し、過ごせる時間を作っていきたいと意気込み。だ。ナースのお仕事、恋は続くよ。どこまでも知られる。金子有沙氏が脚本を手掛けるオ地ジナル作品。岩本演じるボディーガードが女。弁護士を24時間警護することから始まるラブ、メティだ。主人公は岩本に当て書きされて、リ。 ストイックかつ真面目だが大のスイーツ、木という一面も持つ。初のボディーガード役、アクションも披露する。常に体脂肪率は一桁で TBS、サスケに出場するなど身体能力も高い。役作りは、胃物を食べてトレーニングしている。ま、い、も、道理って感じですねと余裕の表情。撮影の、まも、皆さんの邪魔をしないように、 ぶらし下がるところがあったらぶら下がってトレーにングしようかなと思うと肉体美に磨きをかけ行く。主題歌はスノーマンの新曲ラブトリガーに決定。相手が引き金とり、だんだん愛に溺れていく姿をオシャレなインドサウンドに乗せて歌うナンバーでキーときドラマで流れるとなったらこういう感じなるんじゃないかなと想像しながらすごい楽身になりましたと語った。 岩本は、振付も、等、大車輪の活躍でドラマを盛り上げていく。石舞発の弁護士役ヒロインは、白石舞、31、が、ジル岩本とは、初共演で、クールな印象がある。で、それ以外の部分も探せるように、いろいろ、話ししたいと、抱負。刑事や、女組長などを演じ、ことはあるが、弁護士は初めて、弁護士として、佇まいや、 しっかり物事を伝えてゆける、うに考えてやっていきたいと意気込んだ。